ではこちらの花を作りたいと思います。花びらとこの中心の部分と色を変えた方が可愛いので、用意するものは、2種類の違う色の風船を使います。で今回ちょっと花びらはこちらの、ブルーの方を使いたいと思います。で道具を使って今から膨らましていきたいと思います。まずはここに刺して、はい、こんな風に刺して膨らましていきます。で、最後まで膨らまされずにですね、これぐらいかな、はい、これぐらいちょっとね残して、で、ここを今からくくっていくんですが、若干ちょっとこうね最後くくりやすいようにちょっとこう余裕を持って、ちょっとこれぐらい長い方がねやりやすいかなと思う。2本の指に巻くような感じで、で、くくっていきます。こんな感じで、でちょっと間隔をね、どれぐらいの花びらの大きさかなっていうところで、まずこういうふうにまず半分に折って、でこれを3等分に、まあ、どれぐらいかなっていうところなんですが、まあ、これぐらいかなっていうところで、じゃあ残ったこの、まあ、これぐらいですね、これを1つの花びらを、まあ、基準とします。でこれとこれを曲げていきます。こう曲げていって、で、ここの最後のこの、ねじたところと結び目をくるくると回していきます。まあ、3回ぐらいですね回していって、まあ、こういうふうに回していって、でこの最後の結び目を中に入れていかないと、ここをちょっと通していきますよ、中にね、中に通していって、こんな感じで通していって、で、まあ、置いておくと、これでまず一つの花びらっていうのができます。で、同じような大きさで花びらをこれから作っていきます。まあ、これぐらいかなっていう大きさですね。まあ、揃えた方が綺麗ですので、まあ、調整しながらちょっとこう、できたらねじっていきます。まあ、3回ぐらいね、ねじってもらって。で、これで、2つ目の花びらができて、3つ目ですね。3つ目も同じ大きさで、まあ、これぐらいかなっていうところで、で、またねじっていきます。で、また、全体をねじっていきます。まあ、3回ぐらい。で、これで3つ目ができました。で、今度4つ目の花びらも同じ大きさで、まあ、これぐらいかなというところで、またねじっていできました。で今度5つ目も同じように、まあ、これぐらいかなっていうところをまず作っていって、これぐらいかな、で曲げてまた作っていきます。これで5つ目できて、最後ですね、6つ目も同じような大きさのところで入れていって、でこれをまた折って曲げていって
りのですね、6つできたかなと思いますので、これ一旦ちょっと置いておきますね。で、この中心になるやつ、これを、今また風船を刺して、で、膨らましていきます。まあ、今度はちょっとでいいですからね。これぐらい、これぐらいでいいと思います。で、ちょっとこう結びやすいようにちょっとずらしていきますよ、こうね。で、この、結び目を先ほどの、ね、2本の指で、で、くるっと回して引っ張ります。はい、こんな感じですね。で、こちらとこちら、あの結んだ方と残った方、これをね、こう結んでまた入れます。一回結んで、もう一回結んでおけば、はい、こんな感じでとりあえずできればいいかなと思います。で、これをちょっとね、あの先ほど作った花びらを花びらっぽくね、ちょっとこう整えていきましょう。ハサミで先の方をちょっと軽く切ってね、で、ちょっと空気抜いていきます、はい、こんな感じで抜いて、で、結びます。またこれもぐるっと巻いて、まあ、こんな感じで、はい、腕をね通せれるように輪っかをね、でこれも整えていきます。仕上がりがね、同じようになりました。これで仕上がりです。じゃあ皆さんやってみましょう。